周り行ってるっていうのを聞いたから、はい、ここ行こうと思うんですって話かなと思ったら、はい、お兄さん見習って、はい、僕もやっぱり全然そうなってなかった。でもちょっと本当に朝行かれてるみたいですよ。しかもさ、お守りを探しに行ってね、前の日行った時空いてないっていうのが分かってて、もう一回朝行くって空いてないっていうのを繰り返す愛之助さん。本当にね、誠実です。僕もね、やっぱりないお酒があると次の日探しに行ってちょっと探すものが違うんですね。よかった。本当に改めて。